ロシア連邦安定資金、または、ロシア連邦安定化基金とは、2004年1月1日に、ロシア政府の決議に基づいて設立された、原油価格が下落した場合に、ロシア連邦財政の均衡を実現するための、政府予算の一部。現在は基準を1バレルあたり 27US ドルに、設定しており、 原油価格がこれより高い時に生じる原油関連の歳入を蓄えておき、原油急落時に備える安定化基金である。2008年2月、この安定化基金が予備基金と国民福祉基金に分割された。前者は海外の定理回り証券に投資され、石油とガスの収入が減少した時に使用されるもの、後者はより、 ハイリスクハイリターンの運用投資で、連邦の採出予算と同じようなものである。予備基金には1250億ドルが、国民福祉基金には320億ドルが与えられた。2016年末までに、両資金は、それぞれ382億ドルと722億ドルで構成されていた。この基金は、インフレ圧力を軽減したり1998年。 ロシア財政危機の理由の一端とされる、原材料輸出収益のボラティリティから、ロシア経済を守るという不可的な便益を伴う、流動性準備資金を作る目的で作られた。高インフレ率を防ぐため、この基金は海外にのみ投資される。2007年3月のウラジーミル・プーチン、大統領による予算演説に触発され、2007年4月に可決した。 ロシア予算法体系の改正によると2008年2月に安定化基金は予備基金と未来の総合基金に分割された。前者は海外の定理回り証券に投資されて石油、ガス収入が急落した際に使用されるもの。後者はハイリスクハイリターンの運用投資で連邦予算の歳出とほぼ同じである。安定化基金とは異なり、この新たなファンドでは 石油製品や天然ガスからの歳入も蓄積されることになる。2007年5月21日、インフレ懸念から以前は明示的に禁止されていた海外証券の代わりとして、ウラジーミル・プーチン大統領は年初から下落していたガスプロムやロスネフチといったロシアのブルーチップを購入することで国内株に余剰石油歳入を投入して押し上げるよう政府に促した。 ウラル原油価格が設定したカットオフ価格を超えた場合、このファンドは石油輸出関税と石油抽出税などの歳入を蓄積する。ファンドの資本金はロシア連邦の財政赤字を埋めるなどの目的で使用され、その残高が5000億ルーブルを超える場合、歳出額は対応する会計年度の連邦予算法に従うことになる。2005年に ファンドの資本金が基準の5000億ルーブルを超えたため余剰益の一部が対外債務の早期返済やロシア年金基金の赤字を埋めるのに使われた2005年における執行取引の詳細は次の通りこの基金はロシア連邦政府の定めた手順に従ってロシア財務省に管理されている資産運用の一部機能は政府との合意に基づき ロシア連邦中央銀行に委託される場合がある。基金の目的に関して、その資本金は海外のソブリン債に投資されることになっている。証券の適格性基準は政府の承認に従う。財務省は基金の運用に関する投資方針に沿って、基金の通貨構成及び戦略的資産配分を確立する権限を政府から与えられている。財務省は 政府が定める、次の方針を一つ以上を使って、基金の資本金を投資することができる。同基金の資産は、現在2番目の方針だけで投資されている。政府は、基金の投資にとって的確な債務証券を次の要件に対応するものと定めた。購入日時点の債務証券には、償還までの期間が少なくとも0.25年、残っており、 かつ3年を超えないもの。基金の割合、通貨構成及び満期規制は、基金の全資産に適用され、財務省による見直しの対象となる。財務省が、基金の積立額、採出、残高に関する月次報告書を、マスメディアに公表し、基金の資本金の積立、投資、採出に関する市販機報告書と年次報告書を、政府に報告している。 政府は、ロシア連邦議会の上下院に、基金の積み立て、採出、資本投資について市販機及び年次で報告する。ありがとうございます。